今日はゲストをお招きいたしました。岩本沙織さんです。女子プロゴルファーのカリスマコーチです。ジクトレでクビレ痩せ、意外でした。岩本先生がクビレ痩せとかですよ、はい、そうなんです。無意識のうちに自然な動きができるようになります。よしよし、皆さんようこそ。よしよし、今日はゲストをお招きいたしました。岩本沙織さんです。女子プロゴルファーのカリスマコーチです。お招きいただきましてありがとうございます。いや本当に光栄です。光栄です。いや年賀状をいただいたんですよ。でその年賀状の中で、はい、岩本さんがこの本をこうやって紹介してらっしゃる、はい、それでもうすぐに買いました、はい、ありがとうございます。本当はあの早めにお送りするはずだったんです。申し訳ないです。とてもです。ジクトレでくびれ痩せ、もう魅惑のタイトルです、はい、岩本先生はですね、はい、この本当にカリスマコーチというこう書かれてますけど、その通りで女子の通り若手の選手をみんな育ててらっしゃるんですよね、はい、育ててるっていうとちょっとあのねおこがましいので、オリンピックを機に JGA さんと LPGA と PGA で育成をしていくっていう団体が、うん、あの出来上がりました、日本ゴルフゴルフ協会で男子プロゴルフ協会 で女子、はい、プロゴルフ協会、はい、でこの3つの団体が、選手育成のやっていきましょうと、うん、オリンピックに向けてやっていきましょうという組織っていうのができまして、うん、それにナショナルチームって今までそのプロの指導者っていうのが入ることはなかったんですけども、やっとあの皆さんで、ね、入りましょうっていうので育成に私も参加させていただいています。そうなんです。そもそもだってプロの選手でいらっしゃるわけで、はい、これにも書かれてますけれども、何でもあのお父さんにくっついてって、はい、最後打ってみるかって打ったらもういきなり、そうです、それはたまたまです。いや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 、たまたまいきなりどうなったんでしたっけ。いきなりうちの父をオーバードライブしてその時まではうちの父はそんなねプロになるには到底ね難しいと思うのでダメだって言われてたんですけど、うん、その一発であの、はい、許してもらいました。ありがとう。やってみよう。いいな。そしてここに繋がってるんですもんね、はい、今日はあのホリプロの室にあのお招きしてるんですけど、はい、この会社とも実はちょっと縁があったんですよね。そうなんです。もう本当に私は恩返しをしなきゃいけない。あの、はい、それこそあのホリプロさんとフジテレビさん の、うん、あのプロジェクトで2年間アメリカの方に行かせていただいて88回優勝してるすごいキャッシー・ウィトワース、その先生に習って本当に2年間めちゃくちゃ練習させていただきました。本当にありがとうございます。そんな先生になった私はゴルフを教わっているという、もう本当に申し訳ない事実があります。いや申し訳ない、いやもう本当に申し訳ないです。こんなでもね、はい、あの底辺にはこんな人間もいるとなるだってちょっと上手くならないんです。そんなことないです。期間は随分長いですよね。そうですね、でもやってる回数が少ないですよね。よしよし、まあでもね、はい、あの今回はその、まあ、ゴルフの指南書っていうよりも、まあこれをやればゴルフも上達するというのはもちろんですけど、はい、ジクトレでくびれ痩せ、これ意外でした。岩本先生がこのくびれ痩せとか、そうですよね、はい、そうなんです。ゴルフ雑誌って結構いっぱい世の中にあって、まあいろんなゴルフ雑誌っていうかその書籍を出すっていうお話も何回かいただいてたんですけど、なんかピンとこなくて、うん、っていうのがゴルフの理論っていろいろあって、その方その方に沿ってこの考え方も指導の仕方も違うんですけども、元となる体っていうのはやっぱり皆さん一緒なので、であればそこから何かあの皆さんにご紹介してあのゴルフの興味を持っていただければいいかなと、はい、っていうのでちょっとあのみんなと考えてみました。ゴルフってことを外れてもまずこれはちょっと興味を引きますよね。グググッと引き寄せる、はい、しかもですよ、はい、驚愕の事実、岩本先生がこのコロナの期間にちょっと、そうなんです。どうですかどうですか。いや今はもうあの以前お会いした時と同じですけれど、多分以前お会いしてた時よりも6キロぐらいは痩せてます。あ、そうなんですか、はい、
多分、まあすごく体重が増えた時よりかは12キロぐらいは。あ、そうなんですか、はい、12キロって何があったんでしょうかっていうぐらいでもそうですね、でも、うん、あの激痩せっていうのもこのトレーニングをこうしながら体重を落としているので、ただ単に痩せてるっていう感じではない、皆さんあんまり気づかれないですね。いや、そもそもね、だってやっぱりプロってこういう、ね、体格なんだなっていうキュッとした感じなんですけど、羨ましいんですけど、それがますます、はい、ますます、あの生活も楽になります。姿勢が良くなる軸をあの使うってことは、例えば腹筋とか、あと宮崎さんなんかあのとても座る姿が綺麗なんですけども、はい、あと立って歩かれる姿もすごく綺麗ですし、この辺がねカリスマコーチなんですよ。でそこにやっぱり軸っていうのは関節の使い方がちゃんと正しくなると、例えば関節がずれたところで一生懸命トレーニングしてもこう反対側の筋肉についてたりとか、バランス悪くなります。まずは正しい関節の使い方を見直しましょうという本ですね。これあの最初にセルフチェックっていうのがあるんですよね、はい、これをちょっとまず今日は伺いたいと思います。はい、よしよし、じゃあまずこれは自分で簡単にできるセルフチェックというチェックですね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、じゃあ両手を広げて、はい、はい、で何もあの意識しなくていいので、あ、足は少し、足は、軽く開いて、軽く、はい、はい、で、左手を右手にスーッとくっつけて、スーッと、あ、はい、そうするとそうですね、ずれてます。あの本当にくっつけるっていうこういう簡単な動きでも、うん、どうしてもこう肩が、そうそう、はい、こうなっちゃう、はい、苦しい。これが例えばお腹にスーッと力入れて姿勢をしておいて、重心少し前にして、でこのままそうです、はい、そうです、そうです。そうすると下半身と一緒に連動する、この辺が、そうですね、この辺、はい、こういうので、ね、例えば最初こうなってる人が下半身から連動して自然にこう動けるようになると、この動きもできるようになります。今気づいたのは、はい、右と左でちょっと違う、違いますよ、うん、私こっちの方が楽、はい、こっちは全然楽で、はい、こっちはちょっと意識する、そう、左右、はい、あのね、左右の対象じゃない場合があります。あるんですね、はい、どうすればもっとこう楽に持ってこれるの、はい、これね、あのそうなんです、いい質問していただきました。質問ですね、すごく自信、いい質問してくれる。ゴルフってどうしてもここに上げなさい、あそこに上げなさいって言ってやろうとすると力が入るんですよ。例えばこれが私の手をこういう風にします、はいはい、私の手を当てて向こうでポンと当ててくださいっていうと自然に当たると思う。これをくっつけようっていう何かをしようっていう動作であのできなくなってしまうので、とにかくあのここの壁にタッチをするとか握手をするとか、はい、っていうと無意識のうちに自然な動きができるようになります。ちょっと意識を変えれば、変えれば、そうですね、握手をしようしようとか、はい、そういうことですね、はい、結構簡単にできます。くっつけようと思うとなんか一生懸命こうやってなるんですけど、なんか何かに届けようとかそういう意識にするとゴルフも上手くなります。うまくなりたい、あります、もしもしあります。その中にはですね、まああのまあ、すぐ取り組めそうなものから、はい、ちょっと教えてもらわないと分かんないなっていろいろあるので、はい、今回はしっかりと中身を、はい、教わりたいと思います、はい、次回以降ぜひお楽しみに、はい、よし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 、今日はこういうことでしたけれども、これは導入編で、次回以降ですね、この軸トレでくびれ痩せの真髄をぜひ、はい、教わりたいと思います。すっごく楽しみです。皆さんもぜひご期待ください。ではあの、まあ、番組へのご登録とご意見などで、こういうことやってほしいっていうのをぜひお寄せください。ではお楽しみに。よしよし。よしよし。